小芝風花、ゴーホームが好調発信で、福原遥か、マルヒのミッシさんが沈んだわけ。意欲作も敬遠される、清原家や白塚翡翠、爆死パターン。日本テレビ系連続ドラマ、小芝風花、27主演、ゴーホーム、警視庁身元不明に相談室、福原遥か、25主演、マルヒのミッシさんが、7月13日にスタートした。 土曜の夜の二つの作品は初回から明暗を分けたようだ。午後九時枠のゴーホームは平均世帯視聴率が8.4%すべてビデオリサーチ調べ関東地区と高発信だったが午後十時枠のマルヒのミッシさんは6.7%と物足りない数字で全番組の勢いを引き継ぐことはできなかった。どちらもノリに乗っている俳優二人の主演作だが その差はどこにあったのだろうまず、ゴーホームは、全国に2万体も存在するもなき遺体の死の真相を明らかにし、家族や恋人のもとに返す、警視庁身元不明人相談室、が舞台のミステリーヒューマンドラマ。自ら志願して配属された変わり者見た桜小芝と、性格も趣味もまるで正反対な10歳上の同期、月本慎、大島優子。 35、ガーディーを組む。続いて、マルヒのミッシさんは、トータルコーディネーター元宮ミッシ福原が、不運続きのシングルマザー今井夏、松行安子51を大企業の女社長へ変身させる物語。ミッシはファッション、メイク、メンタルをサポートし、目的のためなら手段を厭わない謎多き女で、魅惑のアクセスストーリーか、怒涛のサスペンスドラマか、 マルヒとなっている。小直言って、ゴーホームは目新しいドラマではない。小芝の役どころも、いつもの元気よくて年上にたしなめられる新米キャラ。しかも、舞台が警察というのも、昨年6月に NHKBS で放送され、今年4月に地上波で放送された小芝主演のドラマ、天使の耳交通警察の夜、NHK と、もろに被っている。 一方、福原は清純なイメージが強いが、マルヒのミッシさんで演じるミッシは、清純に見えて裏の顔はかなりブラックそうな、ミステリアスなキャラクター。今作のダークヒロインは、福原の新境地とも言え、内容も映像の色彩も独創的で、かなり野心的な作品だ。設定的には、マルヒのミッシさんの方が話題になりそうだが、蓋を開けてみれば、 視聴者に指示されたのは、ゴーホームだった。X、旧ツイッター上では、内容的に暗くなるのかなぁと思ってたけど、相談室のメンバーがみんな個性豊かでクスッと笑ってた、などの声があり、週末の夜に、ゆっくり頭を休めながら見られる、ゴーホームが喜ばれたようだ。と言っても、今回の結果はドラマの出来によるものではないだろう。 マルヒのミッシさんは福原のバリとなる松雪も講演していた。ファッション、メイク、メンタルを変えただけで平凡なシングルマザーが大企業の社長に変貌するという奇抜な設定も演出、構成が巧みなおかげでわかりにくさはない。しかし、週末の夜に見るにはちょっととっつきにくいのだ。これが平日の夜ならまた違う数字が出ていたかもしれない。 本作の色彩鮮やかでダークメルヘンな世界観は22年放送の清原家や22主演の連続ドラマ霊媒探偵白塚翡翠同曲系を思い出すこのドラマは相沢佐古氏の白塚翡翠シリーズ講段社が原作霊が見えるという主人公白塚翡翠清原が難解な事件と向き合っていくミステリーこれもまた あらかじめ読者に犯人を明かした状態で描かれる、東女ミステリーという野心的作品だったが、全話平均視聴率が5%台と爆死状態だった。やはり、ドラマの世界観のとっつきにくさ、入りにくさがあだになったのだ。果たして、今後のマルヒのミッシさんはどうなるだろうドラマはまだ始まったばかりで、先はわからない。ゴーホームは桜、小芝と新。 大島の背景が描かれることで、さらに視聴者の興味を引きそうだし、マルヒのミッシさんは夏、松雪の覚醒とミッシ、福原の暗躍が本格化することで、物語を盛り上げそうだ。午後9時枠と10時枠、両作品の検討を祈りたい。ドラマライター、山川、切れ目なくドラマ出演の続く小芝。もはや日本のドラマ界になくてはならない俳優だ。